どうもおはようございます。速化塾の久保です。この動画は FX オリガルヒの皆様と速化塾の公開限定動画をご覧の皆様の FX の相場解説になります、えー。テクニカルだけでね、判断していきますので、ファンダメンタルにはちょっと弱いですね。えー、時間にして、えー、9月27日朝6時11分です。デイリーから見ていきますけども、デイリーは以前お話したように上昇トレンドの中でも、ここではね、レンジを形成して 今まさにレンジを脱出しようとしてる、まあ、そんな瞬間なんじゃないかなと思って見ておりますさあ4時間の方行きましょう4時間の方では右肩上がりの中でもレンジを形成しているちょっとね止まったところっていうのを判断をしましたでその中で材料が入ったところがこういうふうにはみ出してるわけなんですけども、まあ、おかげさまでねえっ、ー、といつもレンジポジションの時に言いますけどもここに来た時ってのはバイですよってここに来た時はセルですよってそのままに今のところ言ってますここに来た時はセルで取れてるでしょ こういういいに動いてるわけですからでここできたらやっぱりセルで取れてるわけでしょでちょっと変わってますけどここでもセルで取れてるのは結果的にファンダメンタルなんであんまり関係ないですけどねそして倍で取る場合はここに来た時に倍で上げていけば伸びしろがあるわけじゃないですか、まあ、とにかくねレンジオプションというのはこういうふうに考えていくことが大事ですそして今まさにそういうところでこういうふうに伸びてるわけですよねじゃあ今ここに来たんでまたセルの方に入ればいいかってことなんですけども おそらくここからブレイクするんではなかろうかと思ってね、今回は単純にセルをするんではなくて、えー、見ておこうかと思います。というのが、前回ね、えっ、ー、と、介入が入る直前の値動きっていうのがあったんですけども、145円の850、一瞬145円、146円まで行くんじゃないかって言われたところもありましたけども、まだこの幅っていうのがあるわけですよ。ね、だからこの幅がいつ出てくるかわからないんで、特に、 今週とか出そうなんですよね。特に介入があった直後ですから、もう連続介入はないだろうというマーケットの心理状態を考えていくと、そこにテクニカルを合わせていくと、これが突き抜けることっていうのはそんなにおかしいことじゃないかなと思うんですよ。ですんで、バイでエントリーしましょうってことではありません。ブレイクに備えておきましょうってことですよ。ブレイクに備えてね。はい。これが、あ本日の見方です。じゃあ1時間の方を見て、さらに細かく追っかけていきます。 えとこちらの方から介入があってゾーンと5円ほど落ちましたけどもすでに半値戻し以上の戻しをね見してますよねでほぼですね144円の620って黒田会見の最中の価格ですよ黒田会見の最中ってここら辺ですからねだから同じ水準に来たでしょだから同じパターンとして想定するともうちょっとしたら介入があるんではなかろうかっていうふうな動きはありますけども でも介入を警戒するあまりこの伸びってのがそろそろ止まりに行くんじゃないかなってところありますただしこっから下の方にズドンと落ちるってことは介入でもない限り介入でもない限りですよ考えられません前回も介入があったからですよこの落ちってのはその他ではずっと右肩上がりのトレンドですからねですんで今回も右肩上がりのトレンドに習っていきましょうさあそこでですねエントリーポイントなんですけども単純に144円の795という切り板で今のところはよろしいかと思いますよ 144円の795ねこう書いてきましたうね144円の975私はこういう風に判断してここでブレイクアウト倍を待っておきますね。あとはねあの時間が経つによって判断変わってきますんで絶対にこうでしょうって確定するわけではありませんとにかく仮でもいいから一つの目安を決めておかないと判断ができないでしょってことなんですよよろしいですかねはい、ということなんで 今日いきなりの相場解説は以上になります。テクニカルのことちょっとは伝えられたでしょうか。えー、一旦失礼します。